エイペックスツインよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか？ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。アンケル、バッセル、カタローヌ、ヘンドリー、ハッゼ、ボートン、ベラセイ、アランライト、ストーントン、アルパイ、エンケルマン、トルド、マテラッツィ、イナン・コルドナ、ゲオルガトス、サネッティ、ディビアッジョ、グーリー、セルジオ・コンセイソン、セイドルフ、カボン、ビエリ。両チームピッチに散りました。さあキックオフです。これはパスミス。シュート。頭でつないでドリブル。これは気をつけないと。放り込んできた。ゴールマウスに嫌われた。これはちょっと危険なプレーでした。プレーを切ります。これはピンチ。ここで折り返す。ハイボールを競り合う。アンケル、シュート。ここでカット。カボン。ドリブル。スローインです。アランライト。戦術という呪詛を解き放つようなドリブル。ああできた。クロス。空中戦。ハッゼ。インターセプト。ドリブル。イナン・コルドナ。危険なタックル。
さあここからどう攻める。シュート、アルパイ攻めきれない。シュート、アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ、動き出しが素早いです。おっと奪った、閉塞したフォーメーションを突き破るドリブル。前半35分をすでに過ぎました。ビエリ、バッセル、スペースを埋めないと、グーリー、中に絞ってきた、流れを止めた、ドリブル、センタリング、ヘンドリー、決めることができない。攻撃を組み立て直す、ビエリ、フリーにさせてはいけない、中へ上げた、ヘッドパス、ここで笛です。前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半開始の笛です。戦術という呪詛を解き放つようなドリブル、ヘンドリー、ボールを囲んでいきます、折り返す、グーリー、中へ放り込む、走り込んできた、コーナーです。さあチャンス到来、ヘッドでつないで、シュート、取り損ねた、放り込んできた、これはゴールキック、しかしバーを越えました。これはミスキックですね。アンケル、入るか、キーパーに抑えられました。ヘッドでパスを送る、オフサイドにはならなかった、シュート、シュート、ワン、ツー、
必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。ここで折り返す。後半20分経過しました。ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。ヘッドでつなぐ。いっけいっけドリブル。大きくサイドチェンジ。クォーター選手がウォーミングアップを始めたようです。おっと、選手の交代が行われる模様です。バッセル、ドリブル、ドリブルで上がる。シュート。コーナーです。これは惜しい。さあ、チャンス到来。クロス。リビアッジ。シュート。味方を探してますよ。フォローが遅いですね。空中戦。ボールを持たせています。ビエリ、おっとファールを取られました。壁の選手が揉めているんでしょうか。これは危険だ。あと5分です。おっと、足がかかった。ゴールキーパーが味方を鼓舞するように大きな声を上げています。さあ、ここからどう攻める。華麗なドリブル。ヘンドリー、決まった。ゴール、エクセレントゴール。攻撃の手を全く緩めません。ただいまのシーン、もう一度振り返ってみましょう。ここです。守備のギャップをうまくつきましたね。ゲオルガトス、カタローヌ、中に絞ってきた。イナン・コルドナ。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。窮地をしのいで勝利をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。